こんにちは、ザツです。今回は、今日は買いたくないという人のためちょっと予定を変更しまして、ここ今日空いてるわ。勢いでアパホテル金沢中央に家族で宿泊しました。最後まで見ていただけるとめっちゃ嬉しいです。それでは行きましょう。この辺で待ってて。今回は3ベッドルームです。前回とはちょっと違います。ここで渡してもらおうか。この日はですね、祝前日でしたのでめっちゃ並んでました。その前の日はもっともっと並んでました。結構チェックインの時間要注意です。そして家族が私の出張先に会いに来てくれましたの続きです。ということでチェックインをしていきます。順番が来ました。ここまでで10分程度待ちましたでしょうか。そういえばキャンペーンやってたんですね。カレーをいただきました。お一人様ずつお一つお渡させていただいておりまして、いかがございますでしょうか。カレーカレーでお申し込みのことを渡させていただきます。定時刻になりました。こちらに受け取りの際にお願いしております。納豆、いや納豆、納豆、うん、嘘やろ、絶対嘘やろ、嘘や、納豆ちゃう。次で行こう。はい、はい、いろいろ、乾杯。ええー、嘘、よし、いやもうこれやけど挟まない。ですね、ここのエレベーター扉閉まるのが結構早いです。のんびりしてると挟まれます。今まで4人くらい挟まれてるの見ました。気をつけてください。ちょっと面白かった、さすが関西人やと思った。綺麗なものです。両方や、両方や。まだあるんや、これ。え、これ初めてやな、こっちの7階。あ、こんな奥にあるんや。ちょっとね、映さして。意外と奥行きがあるんですね。私初めて来ました。初めて。ちょっと待ってて。わあ、タバコの匂いがする。いいよ。ケトルにお茶、コーヒーがあります。ただミルクがないんですよね。これはどの部屋でも同じだと思います。あとコップがちょっとちっちゃめです。いいよ、好きなとこで。お風呂があります。アメニティが冷えそりとボディタオルでコットン、スニーカーキ、これは何だろう、シャンプーハットかな。でヘアバンドと歯ブラシ、櫛があります。あと、使い捨てのコップですね。使い捨てのコップが常備されてます。で、洗顔手洗い用、ボディーソープ、コンディション、シャンプーが常備されてます。ただここには温泉があるのでこちらは使いません。では行きます。少しゆっくりしてですね、お風呂に入りに行きました。鍵入れるし、あそこ。お風呂は最上階の14階です。こちらは前にもレビューしましたが、露天の温泉がついてます。ちょっとしょっぱいやつですね。靴箱にスリッパを入れて浴室に入っていきます。
ここら辺はあのマッサージルームとかですね、休憩室とかがあったりします。電動マッサージ機なんかもついてますので使ってみてください。脱衣所の様子です。ランドリーが1個ありまして、まあ、こちら1個しかないんで、順番待ちをしていることがあります。ちょっとこちらの方は注意ですね。そしてお風呂の方へ突入します。戻ってきてですね、寝る準備をしています。というよりみんなまったりしてますね。おはようございます。ということで祝日ですが、私は仕事なので朝早くに出ました。みんなもですね起きてくれたので挨拶はしていきました。ご視聴ありがとうございました。もしですね少しでも気に入っていただけましたら、高評価チャンネル登録をお願いします。励みになります。